その行動は世界を変え、これからも変え続けるでしょう。それは愛のなせる技ということです。時々私が本当に望んでいることは何なのか質問されることがあります。夢はあるのかと。もちろんありますよ。それはあらゆる抑圧から解放されるために非暴力闘争という方法があることを世界中の人たちに知ってもらうことです。戦争や暴力に代わる手段があることを、過去の例や自らの経験を通して学んでもらいたいのです。そうすればテロとの戦いを続ける必要はなくなります。人々が圧政から解放される手段としてテロリストになる道ではなく非暴力闘争を選ぶからです。それにより世界中の政治体制が変わるかもしれません。私はジーン・シャープ。これが私の夢です。